また自分はアサリの食害植物としても厄介者扱いされています。これまではアサリの食害生物といえばナルトビエイが有名でしたが、八代海での調査の結果、チムがアサリを保護するヒノクアミを食い破り、あっという間にアサリを食べ尽くす様子が観察されました。写真の赤い範囲がチムによって食い破られた網の部分です。このことを受け、現在熊本県はチムの駆除を実施しています。この際、クロダイとキツネの分類はされておらず、残念ながら駆除されたチムの多くが捨てられています。そこで私たちが駆除されたチムを活用して新商品を開発し、チムの利活用を推進することで水産物としての価値の向上を目指しました。